気でしょうか。僕はなんとか元気で。今日は、最初自己紹介の時にも少しお話しさせていただきましたが、前回の、セルフの時に、ヨクトプロジェクトでこういうことをする時にどうすればいいんですかみたいなお話を、まあ、伺ったと思います。そこでいろいろ教えていただいた内容だとかを僕に自分で、まあ、いろいろやって、ヨクトプロジェクトを使ってカスタムリナックスイメージを作るときにどうすればいいのかなみたいな話を、いろいろ調べたので、まあ、今回はその、教えていただいたお返しも意味も含めて、ヨクトプロジェクトのご紹介みたいなのを僕が、調べて学んだことを皆さんに、還元しようかなというふうに思っています。タイトルヨクトプロジェクトを用いたカスタムリナックスイメージの作り方 NTT コミュニケーションズの西永俊美が発表していただきます。よろしくお願いします。でごめんなさい、ちょっと文字が小さいですね。名前はもう紹介してる西永俊美と言います。過去何やってたかの話だと、これ仕事じゃなくて、まあ、学生の時にやった内容になるんですけれども、Google サムオブコードに参加して、マイコンの上で Linux を動かすみたいなのを、まあ、やったりとかしていました。グレックさんに教えてもらいながらやっていました。あとは、その時に U-Boot に、実際にコードを投げてみるみたいなことをして取り込まれるかとか、あとそうですね、ちょっとそれだけじゃなくて、まあ、ミスったコードを上げちゃって、それをごめん、間違えてるので、なんとかな取り消させてくださいっていうメールのやり取りとかも、まあ、いろいろしたことがあります。あと、GitHub を持ってます。スピーカーデックも持ってます。ので、まあ、いろいろ見ていただければなと思います。だって、で今、僕の会社は、まあ、組み込みの作業、組み込みのお仕事とかは、あんまり、基本的にはあんまり、IoT とかを除いてはあんまりないんですけれども、今回なんでヨクトの話が出てきたかっていうところなんですけれども、もともとその会社で開発しているカムイっていうソフトウェア、高速ソフトウェアルーターっていうのがありまして、これをタイプするためのイメージを作りたいっていう希望があったんですけれども、で、イメージがあって、希望があって、それを、この希望を叶えるための、まあ、ツールがあったのですが、これがちょっとまだうまくできてない部分があって、これを直してほしいっていう希望がありまして、僕にお仕事が、来ました。でそれで、今回やってみて、ヨクトの機能を使って、まあ、ISO のインストラルを作ったりだとか、ソフトウェアのバージョンを、のベクトル性を保ったりだとか、ビルド時間を短縮したりだとか、ライセンス管理をもうちょっと簡単にきちんとできるようにしたりだとか、あとバージョンの切り替えだとかアップデートする容易にしたいという希望を聞いて、まあ、それヨクトだったらできるんじゃないかなってやってみたっていうのが元々の始まりになります。さて、で今回の話は、そこから始まって実際にヨクトを学んだ上でどういうことをすれば何ができるかみたいな話を、まあ、していきます。で目次としてはカスタムリナックスイメージとヨクトプロジェクトの紹介と、で、実際にリナックスイメージを作ってみるっていう話と、あとは、もうちょっと詳しいヨクトプロジェクトってどうなってるのって話だとか、あとは簡単な、パッケージを新しく追加するときにどうすればいいのみたいなところをして、終わりです。で時間があればアペンディックスということでいくつか追加でコンテンツで話したいと思います。さてまず、カスタムリナックスイメージとヨクトプロジェクトって話をするんですが、ヨクトプロジェクトをご存知の方、もうほとんど知ってます。だったらここの辺り軽くでいいかもしれないんですけれども、まあカスタムリネックスイメージを作る理由っているかな、まあ、普通は、正直僕の今の意見としては、Linux をカスタムリナックスイメージを作る理由、可能であればデビアンとかのディストリビューストで作った方が絶対便利だと僕は今思っています。でそうではない理由、そうカスタムリナックスイメージを自分で作らなきゃいけなくなるとしては、理由としては、まあ、ストレージが極端に少ないだとか、余計なソフトウェアをどうしても入れたくないだとか、あと入っているソフトウェアのバージョンをとにかくきちんと固定したいだとかなると、まあ、ちょっとヨクトとかを使う選択肢が出てくるのかなとは思うんですが、ちょっと今回の僕たちの使った例ってカムイって X86 のマシンの上で普通にサーバーマシンの上で動くので、ちょっとまあ適さなかったかなというふうに今では考えています。で実際にこのカスタムリナックスイメージを作るソフトウェアとしては、まあ、ヨクトプロジェクトとビルドルートというのが、まあ、よく知られた中では2つがありまして、ヨクトプロジェクトを一言言っちゃうとなんか流行っている方で、今回、それが実際に将来性があるのかなというのも確かめる目的もあって、使っています。ビルドルートに比べてどっちがやりやすいかという話になると、僕正直ビルドルートよりもヨクトの方が大変だなというふうに思っていて、
ビルドルートは、Linux カーネルのメニューコンフィグ の感覚で、Linux どういうイメージを作りたいかってポチポチポチってやって、ポンとビルドができちゃうので、正直初回のビルドに関しては、ビルドルートの方が簡単かなと思います。で、詳しいその差異だとかどっちがどういうふうな時に便利だという話は、LWN.net のアーティクルに入ってたのでこちらを読んでみるといいと思います。でそもそもヨクトプロジェクトって何かっていうと、今さっきからちょっと言っているようにクラスタム Linux イメージを作るための巨大なプロジェクトでございまして、ビノシステムや標準ディストリビューションなどを内包したとにかくでかい何かです。すごい雑なイメージだとこんな感じでいいかな。ヨクトプロジェクトっていうのを使ってビルドをすると Linux カーネルとルート FS が手に入るっていう、そんな感じのイメージで今はとりあえず進めます。で、まあ、ヨクトの機能として、実際に書かれているのがピックアップなんですけれども、まあ、バイナリーリプロダクティビティ、アプリケーションバージョンのべき等性を貯めているっていう部分とか、あとイメージに含まれるライセンスを、まあ、収集して把握できるっていう点だとか、あとはパーティカルビルドなんで、2回目以降のビルドに関してキャッシュを使って高速にするだとかできます。あとは、一応 Web ビルド、GUI ビルドの仕組みがなくなって Web GUI ベースで、ビルドができるようになりましたと書いてあるんですが、僕が試した時には、トースターというそのツールがバグってるみたいで、正しく動かなくて、これが2月にどうも治りましたのでこれからは使えます。でこれを使うとうまくできるみたいですが、ごめんなさい、僕が試した時はちょっとバグって使えなかったので、こちらはあまり試していません。あとはですね、これ組み込み特に、エクサ16とかじゃなくて ARM とかクロスコンパイルが必要になるところで嬉しいかなと思うんですけど、 SDK の作成もまあ一緒にやろうと思えばできるっていうふうになります。今回ちょっと僕も今回はエクサ16の上でホストとターゲットも同じホトボホストコンパイルみたいな状態だったので、ここではもうあまり試せていませんので、紹介はないです。さて、じゃあまあ大体概要はこの辺りでいいかなと思うので、実際にビルド Linux イメージをビルドしてみましょうっていう手順をご紹介します。でコンテンツとしては、やることとしてはビルドマシンの設定、セットアップと、あと実際にビルドとそれを実際に QEMU の上で動かしてみるっていう手順になります。まず、求められる、マシンのビルド用のマシンに求められる能力、性能なんですけれども、大体僕の経験上だと CPU のコアは多ければ多い方がいいです。でも最低4コアぐらいないと結構厳しいかなと思います。メモリとしては大体1コアあたり、1GB のメモリがないと、ビルドが多分メモリ不足でこけるとかいうことが起きるかなと思います。ストレージは、1つのイメージをビルドするだけだと 120GB ぐらいで、まあ、全然余裕で収まりますが、2つ3つイメージをビルドするCPU を分けて、CPU A 向け、CPU B 向け、CPU C 向けとかいろいろ分けていくと、どんだけでもストレージを食うので、もっともっとたくさんいるかなと。あとは、ソースコード、最初ソースコードダウンロードしてくるときに、早めのインターネットが回線があると便利です。 OS は、僕は 16.04LTS で試しました。 18.04 で動くかはちょっと試せていません。さて、セットアップの方法は、公式に書いてあるマニュアルの通りに進めるだけなので、ここは省略させていただきます。あとは、やることとしては、コーキーっていうリポジトリをまずダウンロードしてきて、今のところ、バージョン 2.6 っていうのが一番最新のステーブルのイメージ、ステーブルのバージョンなので、これを、Git ブランチで、チェックアウトしてきますと。で、そのポーキーのディレクトリの中に移ってから、ソースコマンドを使って oinitbuildenv っていうのを読み込みます。そうすると、ポーキーディレクトリ以下にビルドディレクトリができて、そこに、移動させられます。これと一緒に、ヨクトの中で使うための、ビルドのツールとかが読み込まれます。で、読み込まれた後にビットベークコマンドを使ってコアイメージミニマルっていう一番小さなイメージをビルドしてみると、ビルドが走り始めて、大体1時間ぐらいかかるの、結構強いマシンを用いてもなんか30分から1時間ぐらいかかるので、皆さんコーヒーブレイクを楽しみましょうっていうしてます。で、まずコーヒーブレイクが終わったあたりで、ビルドが完了していて、QEMU の上でテストが行えるようになる、ヨクトは行えるようになっていて、ランQM コマンドを使って、ランQM コマンド、実際に動かすターゲットの名前、動かすなんかイメージの名前、であとノーグラフィックっていうのは、これ単にオプションなんですけれども、
GUI の環境を持っていない環境で動かすんだったら、このオプションをつけるとノーグラフィックオプションが QA に渡されて TR で出力が得られるようになります。でうまいこと起動してくれると、こんな感じで QM8664 のログインの画面が出てきて、ルート ID はルート、パスワードはなしで、基本的にログインができるようになっています。というわけで、ここまでで大体前半がおしまいで、よくとって何っていうところまでは、まあ、大体ここで終わるんですけれども、皆さんどうでした？よくそのビルドやったことある人、やったことない人、やったことない人でこれ簡単そうって思いました？簡単実際のコンフィギュレーションってどんな感じになってるの、はいっていう話を今から始めていくんですけれども、ここからが大変でして、ヨクトチャレンジっていう、こうページがあるんですよね。メガマニュアルっていうヨクトのその全ての仕様が書かれたメガマニュアルっていうのがあるんですけども、これにそういうふうに書かれていて、どういうことが書かれているかっていうと、チュートリアル以降の難易度が激ムズなんですよ、これヨクトって。今の時点でも結構大変だったかなと思うんですけど、それ以上にその後のやることが大変で、公式のドキュメントの中にこの同じことをするために複数のやり方があって迷うよねっていうみたいなこと書いてあるんですが、それどころじゃなくて一つも分からないことが多いし、なんか分かったつもりになってて動かしてみると、なんやっぱり何も分からないなみたいなのを繰り返すことになっちゃうまあなんか、組み込み開発をやられてる皆さんだったら分かると思うんですけど、まあようこそ組み込みの世界でみたいなことが起こるんです。で個人的にやってみて、気がついたというか今思っていることは、ヨクトプロジェクトを使うためには、知識経験根気みたいな友情努力勝利みたいなものが必要で、Linux とその周辺に対する、深い知識として、まあ、ブートローダーからログインがシェルが出るまでに何が動いて何をしてどういうことをしているかみたいな知識と、あと Linux どこに何があるかみたいな知識、ディレクトリ的なその設定ファイルがどこに何が入ってるかみたいな話だとか、あと一般的なパッケージを作成する際に、CAT ルート環境にとりあえずファイルを置いてそれをパッキングするだとか、そういったイメージだとかを持っている必要があるかなと思います。あとはアプリケーション自体をビルドして、エラーをたくさん出すっていう経験も結構必要で、何か起こった時に、ヨクトの作った環境が問題が発生、そこに問題があるのか、それともアプリケーション自体にバグがあってうまく動かないのか、それとも、X86 の上だと動くけど ARM の上だとビルドができないみたいな、アーキテクチャ固有の問題なのかみたいなところを、結構切り分けをしていかなきゃいけません。加えて、経験が来るエスパー力っていうのも必要でしてたまにあるんですけど、エラーログの中に情報があまりないみたいな時があって、そんなもしくはエラーログは出てるんだけれども、エラーログがすごい長すぎるだとか難解すぎて、どれが、本当の原因なのかわからないみたいなことが発生するので、そういった時に、もしかしてこうじゃないかみたいな、10っていうのは仮なんですけども、そういう原因をいくつか並べてそれを、実際に試して解決していくみたいなエスパー力が求められるかなと。あとはそういったことになっても、負けない根気が必要かなというふうに僕は考えています。さて、というわけでこれからの方針なんですが、よくと正直難しかったです、すごくで難しかったので、僕が初心者の時にどういうところを難しいと思って分からなかったかなというところを、中心に、なるべく回を入れて、話していこうかなと思います。でちなみに分からなかったところは、まずヨクトプロジェクト、でかすぎます、絶対とかよく分からなかったので、そもそもレシピ、コンフィグ、レイヤー、ビットベイクって何だ、この用語は何なんだっていう話と、それらの関係でどうなってるのって話、あとはソース構造、フォーキーディレクトリー以下のソース構造、いろいろあるけど、これ、どれが何が入ってる、何なのっていう話だとか、あとはそうですね、これ、多分一番、今回の発表で一番役に立つかなと思うところなんですけど、こういうことをしたいんです、何をすればいいですかっていうところを、いくつか。かなり大雑把な分類で、表にしてお見せしようかなと思います。あとは実際にイメージを変更する方法として、今のそのパッケージ追加の方法ってどうすればいいんですかみたいな話をしようと思います。というわけで、ここから、まず最初にヨクトプロジェクトの全体像と、用語を紹介していこうかなと思います。オーバービューです。オーバービューって言いながらすごい長いです。ヨクトプロジェクトを構成する要素を分解して出てくる用語を紹介していこうと思います。まず最初にヨクトプロジェクトの誤解なんですけど、これも説明する必要はあまりないから、ヨクトプロジェクトは
たまに間違えられているんですが、ヨクトプロジェクトはディストリビューションの名前ではありません。ヨクトプロジェクトは、ビルドツールだとかディストリビューションだとかいろんなものが集まったものを総称してヨクトプロジェクトって言っています。で実際 の、 そのディストリビューションの名前となるのはフォーキーというものになって、これがリファレンスのディストリビューションの名前となっています。あとところどころにオープンエンベデッドとか OE という単語が出てくるんですが、これはもともとその何でしょう、ヨクトの中でのビルドフレーム、まあ、ビルドの仕組みを全て担当しているところの元になったところの名前で、ビルドフレームワークになっています。ビットベイクだとかレシピの仕組みだとかはこのオープンエンベデッドとかからっていうところから来ているようです。というわけで、さっき、ヨクトプロジェクトが Linux イメージを出すっていう、すごいさまったイメージがあったんですが、もうちょっと詳しくすると、フォーキーというディストリビューションが、レシピのセットをレシピっていうものを持っていて、それをオープンエンベデッドとビルドシステムに加わせてビルドすると Linux とルートエベースが得られるっていうところまで、まあ、ちょっとだけ、詳細を、紹介します。で次に、ヨクトのバージョンの名前を紹介します。これ、ちょっと僕最初悩んここもちょっとつまずいたんですけど、ヨクトのバージョン名って2つ使われてるんです。コードネームの方とバージョン名の方とバージョン番号と両方使われていて、じゃあそれらはどういうふうに使い分けられているかっていう と、ブランチを取ってくるときは 2.6 ミあ 2.6 じゃなくてブランチを取ってくるときは、ヨクトのソースコードのブランチを取ってくるときは、開発コード名の方が使われていて、リリースでタグで取ってくるときはヨクト -2.6 みたいにバージョンの番号で取ってくるというふうに分かれています。であとはそうですね、ビルドシス次にビルドシステムをのオーバービューを紹介していくんですが、すごく、シンプルにするとこんな感じで、メタデータとコンフィグレーションをビットベイクっていうシステムに食べさせると Linux イメージが出てくる、さっきのビルドのイメージがもうちょっと詳細になりましたねというふうになっています。でこのビルドシステムのコンセプトとしては、メタデータとコンフィギュレーションとレイヤーとビットベイクというのが分かれまして、まずレシピです。レシピはパッケージ作成の元になってまして、ビルド手順、タスクと呼ばれるビルド手順とあとはが書かれています。で拡張子は .bb と .bb アペンドっていう、基本的にはこの2種類があって、bb っていうのはオリジナルの元となったレシピファイルです。で bb アペンドっていうのはその元になった、レシピファイルに変更を加えるっていうレシピファイルになります。詳細はこれレイヤーというものが関わってくるので、もうちょっと後で、理解できるようになるかなと思います。理解できるようにします。コンフィギュレーションズ、次はコンフィギュレーションズなんですけど、これは、イメージに対して簡易な変更を加えるための設定種類になりまして、ドットコンフっていう拡張子になっているものが大体これになります。大まかにはこのユーザーコンフィグとマシン BSP コンフィグと、ポリシーコンフィグレーション、これごめんなさい、僕は今のところ扱ったことがないので、これはどこにあってどういうものかっていうのを紹介できないんですけども、大まかに3つあるというふうに紹介されています。で、今回は、ユーザーコンフィグについて紹介しましょう。でユーザーコンフィグレーションっていうのは、ユーザーの希望する仕組み、設定を、まあ、ビルドシステムに伝えるもので、ソース OE なんちゃらかんちゃらって、さっきビルドっていうの、ヨクトのイメージを作るときに読み込んだと思うんですけど、あれでできるビルドディレクトリー以下のコンフディレクトリーの下に、ファイルが入っています。で、ここには 大きくよく、編集するファイルとしては2つありまして、bblayers.conf っていうものがあります。これが、後で説明するレイヤーというものを登録するところになりまして、レイヤーの順序関係というのはここで設定するようになっています。あとは、ローカル .conf というのがありまして、ここでは、ターゲットマシンの設定だとか出力するイメージのタイプだとかの設定ができるようになっています。簡単な追加パッケージの追加だとか、軽微な変更だとかは結構ここにまずポンと書いてみて試すということができるようになっています。で、あとはこれ大切なところがレイヤーなんですけれども、メタなんちゃらかんちゃらで始まるような、もので、名前としてはメタなんちゃらかんちゃらっていうのが始まるものでレイヤーって作られたんですけど、レシピやコンフィグを集めたものとなっています。で、最終的にできるイメージ、ルートエフェスのイメージっていうのはこのレイヤーを重ねて作っていく、Docker だとかをイメージすると分かりやすいんですけれども、レイヤーを重ねて作っていくっていうふうになっていまして、これは、そうですね、大元のレイヤーがこれっていう風になって、下にどんどん重ねていくというイメージなんですけれども、下のレイヤーで、上のレイヤーでは持っているレシピに対してアペンドレシピ、さっき出てきた BB アペンドですね、 BB アペンドのレシピに、加筆する部分を、
で書くと上のレシピを過失修正することができるようになっています。ここで出てくるレイヤーの順序っていうのは、コンフディレクトリー以下の bblayers.conf の中で定義することができるようになっています。あと最後にビットベイクですね。これがイメージをビルドするための仕組みのシステムとなっていて、レシピとコンフィグを参考にソースコードを取ってきたりだとか、それをビルドしたりだとか、イメージの作成だとか、あと一緒に SDK の生成等を行うような仕組みになっています。基本的にはビットベイクコマンドを使って、使えるようになっています。というわけでここまでのまとめです。よくとプロジェクト名です。オープンエンベルとビルドシステムです。フォーキーがディストリビューション名です。で、あとこれごめんなさい、ちょっとどう読むのかあまり詳しく分かってないんですけど、サドでいいんですかね、スドなのかサドなのか。スド？スド？スドとかいて。まあ、これが一応開発名になっていて、バージョン名としては 2.6、今のレイテストのステーブルはこれになっています。昔は佐藤。そうですね。一つ前は佐藤で、もう一つ前あれ佐藤ですよ。スモスルモ。スモスモなんか変な名前。あれはどうついてるのか僕はちょっと分かんないんですけども、まあ、あとはそうですね。ビットベイクがビルドシステムのコマンド名で、レシピファイルがパッケージのビルド方法を書いたもの、プレイヤーはパッケージやコンフィグをまとめたものとなっています。というところで、オーバービューは次ソースコードの。まあ、ディレクトリの構成だけを簡単に、見ていこうと思います。で、ヨクトプロジェクトのソースコードはこちら、そうですね、最初にビルドしたときにダウンロードしてきた場所なんですけど、フォーキーっていう、ディレクトリの、リポジトリの中にヨクトプロジェクトのシステムが全て入っています。で、この下のディレクトリの中のファイルのディレクトリの中に何が入っているかを簡単に説明したいと思います。これ見えます？ちょっとライトの関係で見えない。それ、で電気消してみる。ちょっとそうですね。もう一段ぐらい消していただけますか。ごめんなさい。読み上げながら、説明をするので、それでなんとか。まずここですね。あ、見えるようになったかな。いや、厳しい。まず、ビットベイクっていうディレクトリがあります。ここは、ビットベイクコマンドなどのビルドシステムのファイルが入っているディレクトリーになります。で、次、これビルドディレクトリー。ビルドディレクトリーは、ソース OE なんちゃらかんちゃらって言って読み込んだときにできるディレクトリーで、ビルド用のディレクトリーになっていて、ビルド済みのイメージだとかユーザーコンフィグなどを入れるようになっています。で、ドキュメンテーションとライセンスっていうのがその下にあるんですが、まあ、ちょっとこれは飛ばして、次、メタなんちゃらかんちゃらで始まっているところ、ここが、ヨクトが最初から持っているレイヤーたちになります。で、ここは基本的に参照することはあってもここ自体を書き換えることはないです。基本的には、ヨクトの仕組みとしては、BB アペンドを使って、どんどんレシピの変更を加えていくのが普通なので、ここにあるレイヤーは使うだけです。あとは、最初に読み込んだ OE イニットビルドエンブっていうところ、これは環境設定用のファイルで最初に読み込む必要があります。あとはリードミーを飛ばしてスクリプツですね。スクリプツは、これはちょっとビットベイクみたいなビルド システムとはちょっと別の何かが入っていて、開発を便利にするためのスクリプトが入っています。WIC っていうイメージを作成するときのツールだとか、LANQM みたいに QM を呼び出すためのラッパーみたいなのがここに入っています。Python、基本的には Python で書かれていて、ソースコードは読みやすいかどうかは別として、まあ、そこそこ読めるようになっています。ランキングは結構わかりやすいかな。で、あとはその他知っておくと便利なところを紹介しておくんですけども、あとは、ビルドディレクトリー以下の実際に、ビルドしたイメージがどこに置かれるかっていうところが最初わからなかったんですけれども、ここの答えは、テンプでビルドの TMP の中のデプロイディレクトリー以下のイメージの中に、マシン名があって、そこの下に入っています。ビルド後のイメージが入っていて .ext4 だとか、BZ イメージのカーネルの、BZ イメージだとかが入っています。あとはですね、ライセンス周り、これはデプロイスラのライセンスの中に入っています。パッケージのライセンスが、取り出されて入っているディレクトリーで、ユーザーコンフィグの中をちょっといじると加えて、イメージ全体のライセンスのサマリー的なものも作ることができます。で、大体これでヨクトの全体という用語だとかを紹介したので、次、ここ一番個人的にはここ一番重要かなと思うんですけど、何をしたいときに何をすればいいか紹介をします。
これ、すごく簡単にまとめるとこんな感じになります。やりたいこと、まずパッケージを追加したいとなったときは、レシピの追加や新規作成を行っていき、いきます。あと、既存パッケージの編集をしたい。すでにメタレ、メタヨクトの提供されているイメージとしてあるレシピをちょっと変更したいなというときは、これはレシピの過失修正になるので BB アペンドファイルを追加するというふうなことをすればいいです。あとは、既存パッケージのコンフィグで修正できるところを修正したいとなるとローカル .conf の中を修正すれば良いです。あとはLinux カーネルコンフィグの中を、コンフィグをちょっと修正したいなとなるとこちらは、ちょっと大変なんですけどレシピの、過失修正これも一応大枠ではレシピの過失修正になります。あとは、ISO イメージからインストールしたい。これ僕が会社で受けた希望を叶えるために、ちょっとやってた内容なんですけどこれは、どうも今のところローカル .conf の修正とあと、レシピの過失修正で何とかできそうっていうのが今のところ分かっています。あとは、ターゲット CPU を変更したい。これは、そうですね、僕たちのそのカムイっていうアプリケーションを動かすときにはちょっと、ある一定世代以降のインテルの CPU じゃなくて動かないみたいなところがあったので、これ実際にやったんですけれどもここは、本気でやろうと思うとマシン BSP コンフィグの作成と、それを選択するようにローカル .conf の修正っていうのを2つやる必要がありました。というわけで、簡単な最初の方にこういうことがやりたいんだけどっていうところで僕が、まとめた内容としてはこれだけになります。さて最後に、ハンズオンとしハンズオンって言いながら、実際に今からやるわけじゃないんですけども、パッケージの追加をしてみる方法をご紹介しようと思います。で、やることは簡単で感性っていうすごく簡単なコマンドがあります。これを、ヨクトの中のデブツールっていうツールを使いながら、新しくパッケージを追加していこうかなというふうに思います。感性っていうのはご存知の方いますか、ね。この右側に表示されているだけなんですけれども後ろは話すだけのジョーカーアプリでテクストであとは、デブツールっていうのは、今ヨクトの上でそのレシピを追加するときに使える、サポートのためのツールです。ちょっと前はまた別のものを使ってたかもしれないですが今はどうもこの少なくとも 2.6 のときはデブツールを使うのが良さそうです。さてで、ここはリファレンスですね。レシピの書き方については、メガマニュアルの上にあるのと、これちょっと古いんですけど、岩松さんという方の、スライドシェアの内容が、参考になります。ただちょっと、バージョンが 2.6、だいぶ古いので、ところどころ違うところはあるんですが、大まかなその出てくる変数だとかは参考になるので、一緒に見るといいかなと思います。あと、デブツールの使い方は、ごめんなさい。ここなんか、エンコードされちゃってすごい読めないんですけれども、デブツールヨクトとか調べると出てくる日本語のクマです .com っていうサイトがあるんですけど、そこに書かれた手順が多分、日本語で読むのであればすごく分かりやすいかなと思います。さて、で、前に来てたよ。なんと、この方の先々週あったよ。なんと世界が狭い。どういうこと？では読もうかとても参考になりました。ありがとうございます。伝えていただけると嬉しいです。デブツールを用いたレシピの作成の手順としては大まかにこうなっていて、まずレシピのひな形をデブツールを使って作成します。でこのレシピを編集して、ビルドして、実際に動くかのテストをしていくっていうのを、これのレシピの編集からテストまでをどん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 繰り返しますと。でエラーがなくなるまで行ったら、レイヤーを作ってレイヤーがない場合はレイヤーを作ってそこにレシピを追加してその上でまたビルドテストを行います。うまくいかなかったらそこでまた2から4みたいなことを繰り返して最終的なイメージを作っていく、レシピを完成させるというのをやっていきます。まずひな形の作成これは Dev ツールコマンドの後ろに、オプションパッケージネームソース URL をポンポンポンと入れることをできるようになっています。カウセイコマンドを GitHub からコードを取ってきて入れたときは devtool@causey ホニャララホニャララってやるとできます。似たような方法で後ろの URL の部分を、ローカルのソースファイルtar.gz にしても同じようにできたと思うんですがごめんなさいちょっとここまで未確認なのであまり言えないです。でオプションとしては add コマンドの他に、
モディファイとアップグレードがあって、まあ、アッドコマンドはすごくそのままでレシピの新規追加新規作成になってドット BB ファイルが出来上がります。でモディファイは既存のレシピの修正になるのでドット BB アペンドを作る作業になります。あとはアップグレードってごめんなさいこれまだやってないんですけどレシピのバージョンアップの時に使うみたいです。これはやってないのでちょっとご紹介できないです。で、実際にこの dev ツールアットコマンドを実行するとビルドディレクトリの下に初回やると、ワークスペースっていうレイヤーが増えます。あワークスペースっていうディレクトリが増えてこれは何者かっていう と、レイヤーとして登録されています。で、この中身はどうなっているかというと大まかにそのアペンズディレクトリーとアペンズディレクトリーと、コンフディレクトリーとレシピディレクトリーとソースディレクトリーというふうになっていて上2つは今回ちょっと使わないんで、説明を省略するんですけども3つ目のこのレシピーズが大切でここに、レシピファイル .bb ファイルが置かれています。その下、ソースディレクトリーの方は今、ビルドに使うソースコードが入っています。中は Git で管理されていて、編集ここのソースコードで編集した内容っていうのは、適切にコミットをすると、編集内容をそのままレシピへの、レシピの中でソースコードに対してパッチを当てるっていう作業ができるんですが、そこで使うパッチを、このソースコードの中のコードを編集して Git でコミットしておくと勝手に作ることができるというふうになっています。さてじゃあ最初に、レシピファイルをいじっていくのですが大まかに分けると2つ書かれテンプレートの中には大まかに分けると2つ書かれていて上半分にあるライセンスだとかソース URI だとか S だとかいうのが、まあ、大体全部変数になっています。でその下の Do Configure だとか Do Compile だとか Do Install っていう書かれている部分がタスク一覧になります。さてでまずライセンスここはライセンス指定をする部分でソースコードを持ってきたときにすで、に、ライセンスの中身がその GPL の、 その例文そのままだとかになっていると自動的に読み取って反映して、セットしてくれます。でここをきちんとしておかないとビルド後のライセンス管理っていうのがきちんとできないのでちゃんとやった方が少なくとも外に公開するときはきちんとやった方がいいと思います。はい、で、次ソース URI は、dev ツールでアッドコマンドを追加した、ソースコードを取ってくる URL になります。で次、あとはそうですね、バージョンの指定の部分になるんですが、PV っていうのがパッケージバージョンの略なんですかね、パッケージのバージョンを指定する部分になって、ソースレブっていうのはこれ、Git の時だけかもしれないんですけれども、どのコミット ID で取ってくるかっていうところを指定しています。あとはその下にあるのが S っていうこれは、S 一文字ってこれすごく検索性が悪くて僕よくあんまり良くないなと思うんですけれどもビルドするときに使うソースコードの場所を指定するものになっています。であとはその下に書かれているのがタスクでビルドのときにどういうことをするかっていう情報を書いていく部分になります。ここも本当は、ノウンよく知られたビルドシステムの時は勝手に設定がされるのですがうまくいかないとこういうふうに空白になって全部入力してくださいと書かれています。コンフィガーとコンパイルとインストールは、メイクの仕組みでいうところのコンフィギュアとメイクとメイクインストールに対応していますので、まあ、そういうところをよく知って、そういうコンフィギュアの仕組みでビルドしたことある人は結構とつきやすいんじゃないかなと思います。さてここで Tips なんですが、タスク手順の指定、ビルド手順の指定をする部分についてちょっと紹介します。レシピは基本的にビルドタスクを記述するものになっています。基本的には Do Configure と Do Compile と Do Install の3つになってまして、よく知られた Make ファイルだとか、Make だとか CMake だとかで作られたものは、省略をする、ビルドの手順を書かなくても、よくとか勝手に判断して、処理していく。ているようになっています。ただし例外はあってそのヨクトが処理してくれるメイク そのやり方でうまくビルドできないときはちょっと自分で、アペンドしたりだとかそもそもビルドのやり方を書き換えたりとかっていうタスクの記述が必要になってきます。でこれから実際にタスク図を書いていくんですけれども基本的な書き方としてはまずそもそもその、ビルドしたいパッケージを普通のマシンの上でビルドするときにどうするかっていうどうすればいいかっていうところを確認します。で確認した上でレシピの Do ホニャララというところにその内容をきちんと書いていって
ビルドして、まあ、大体うまくいかないのでそれをあのビルドした結果のエラーログを見ながらデバッグしていくっていう流れになります。さて、まず最初に書くところが、カウセイコマンドっていうのは、すごく簡単で、メイクとかコンフィギュアとか叩く必要がなくて、install.sh っていうファイルを叩くと、もうそのインストールまで進むっていうふうになっています。で、基本的にこのコマンドは install.sh の中身的には、install.sh の後ろにインストールするパスのプレフィックスを書くと、その場所にインストールできるようになっています。よくとのパッケージを作るときは、インストール先を、D っていうディスティネーションも略だと思うんですけども、これもまた検索しなくてすごく大変なんですが、D っていう変数があるので、D の下のプレフィックス、これデフォルトだとユーザー、スラユーザー以下になってるはずなので、ここに設定してインストールをかけます。これで、カウセイコマンドをインストールする、ビルドからインストールするまでのタスクが、記述完了となります。ここでまた Tips なんですけれども、D の他にもたくさん変数があります。よく使うところだと、プレフィックスだとかビンディアとかがあるんですけども、これは、基本的にどうなってるかっていうと、実はこの部分でマニュアルに記述がないんですよ。プレフィックスとかビンディア、小文字のやつでマニュアルに記述がなくて、どうなってるんだろうと思って調べてみたところ、ヨクトのメタっていうレイヤーの下のコンフディレクトリの中にビットベイクドットコンフっていうファイルがあって、ここで定義されています。なので、変更する場合は、多分ローカルドットコンフでもいいですし、そこで上書きをすると、多分このプレフィックスとかは書き換えることができるでしょうというふうになっています。で、基本的にはプレフィックスって書くと、デフォルトではすらユーザーになっているはずです。で、一応ここまでの段階で、レシピの記述が終わっているので、実際にビルドをかけてみましょう。でビルドは dev ツールコマンドを使って dev ツールビルドカウセイってやってもいいですし、一応もうレイヤーとして登録されているんで、ビットベイクコマンドでも多分ビルドができるんじゃないかなと思います。で、まあ、dev ツールコマンドを使って今回はビルドしてみましょう。してみるとですね、見えますかね、なんかすごい赤いのがたくさん見えてると思うんですが、これ全部エラーです。はい、大体、書いたレシピっていうのはうまくビルドができない。で、なぜかっていうと、なぜかっていうのは一応表示もされているんですが、よく読むと、ごめんなさい、読めないんで読み上げるんですけど、ログファイルオブファイフェイリアフェイチャースチュワードイン、ホニャララ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 と書かれてるんですけども、ここにこう、なんだろう、ビルドした時のログが書かれて、格納されているディレクトリと実際にその吐き出したログのパスが全部書かれているんですよね。で、このファイルを参考に、まあ、原因を探っていくっていうフェーズが必要です。で、一応紹介しておくと、ビルドホニャラホニャラパッケージバージョンスラテンプっていうところにこのログっていうのが入ってるんですが、この下を眺めてみると、あ、まあなるほどねってなるんですけども、各タスク、do configure だとか do なんちゃらかんちゃらっていう時に実行されるシェルスクリプトが入っています。で、あと加えてそれを実行した時のログが同じ名前でちゃんと入っています。で、エラーの原因はここに格納されているそのスクリプトと実際に出てきたログを照らし合わせながら眺めていくと分かることもあります。はい、分かるといいんですけど、分かるといいですね、本当に。まあ基本的にはこの中を読むと分かるはずです。分かるんじゃないかな。で、まあ、実際にこの中身を読んでみるとエラーの原因が分かります。で、ここに書かれているレイヤー、エラーは何かっていう と、レシピの中に記述するべき指定が一つなかったんですよね。どういうことかっていう と、レシピにはパッケージに追加するためのファイルの一覧っていうのを記述する必要があるんです。で、これはファイルズっていう変数で記述するようになっていて、レシピの中に書かれているファイルズの記述と実際にそのスラ D、変数 D の下に保存された置かれたファイルの内容が食い違っている場合に、エラーが発生するようになっています。なので、ここを修正しますと、レシピの中をまた開いて、末尾のところにファイルズアンダーバー PN ってこれパッケージネームっていう略で、これもまた分かりづらいんですけれども、というふうに書いていきます。で、イコールでつなげて、ビンディアの中、ビンディアの中、S ビンディアの中、データディアの中、プレフィックススラマンの中に、
まあ、ファイルが置かれているのでこれらを全部入れ、とりあえず、まあ、今回簡単なのでここに全部入れちゃいます。ちょ、分けることもできるんですが今回は一緒にしちゃいました。さてこれで、ビルドが一応成功はするようになります。これはディレクトリの列挙でいいんですか？ディレクトリの列挙すればその下にあるものは、まあ、全部全部取ってくれる。ファイルで細かく指定するっていうこともできはすると思います。あアスタリスクがいるとかそういうわけではないです。今のところなくてもできています。最初はアスタリスクでやってたんですけれども、逆にエクスクルードする場合はどうするんですか？ごめんなさい、それは僕は分からない、やっていないです。パッケージのバイナリーに優先度があって、はい、順番に並んでるんですけど先頭から取られていきます、ファイルが。なるほど。なので、あの書いてあっても入らないケースがある。書いてあっても入らないケースがある。実体ですとダミーの実体書かないの名前でもって先頭の方にこれだけ入れればこっちに入っちゃうので、メインの方からここにはそっちに入れば入らない。僕はまだ深淵を覗いてなかった。なるほど。ありがとうございます。はい、順序があるちょっともし次があれば注意してみます。さてで、次ですね、ビルドが成功してもまだ安心できません。実際に動くかどうかはまた別問題なので、パッケージングは実際に動くかどうかを試してみるというフェーズが始まります。これは Dev ツールの Deploy Target というオプションを使う と、できます。パッケージ名と root add なんちゃらかんちゃらって書くと、ランケームでコマンドで動かしているイメージに対してパッケージを SCP で送るということができます。で、必要な条件が2つあって、一つあって、ランキューエムコマンドで動かすイメージの中に SH サーバーが動いて、待ち受けているという必要があります。で、これはどうすれば解決できるかというと、コアイメージミニマルっていうイメージは本当にミニマルのイメージなので SH サーバー動いてません。なのでエクストライメージフィーチャーズというところに、SH サーバーオープン SSH っていうのを加えて再ビルドすると、少なくともコアイメージミニマルの場合は、SH サーバーが入って動くようになります。他のイメージだと、最初から入っている場合だとか、フィーチャーズの中にないと多分入れても SSH サーバーが動かないということはあるかなと思います。結構なんでしょう、イメージの中で入っているものだとかオプションの指定だとか有効になる機能だとかが、なんだろう、レシピを見る限りではなんか同じな気がするんだけど、うまく動かないとか、ちょっとなんか深淵を見たのでここはちょっと軽く触れる程度にさせてください。さて、で、じゃあ実際に、ビルドを、デプロイをかけていこうと思います。まずターミナルを2つ開いて、ソース OE なんちゃらかんちゃらっていうのを、実行するところまでやります。その上で片方の、ターミナルの方で、ランキュームコマンドを使って、QM を起動します。で、ランキュームをするときは、ネットワークを使いますので、sudo のパス、スーパーユーザーのパスワードを求められます。次に、ターミナル2、もう一つのターミナルの方で、デプロイターゲットオプションを使ってカウセイコマンドを、送ります。ということで 192.16.7.2 っていうのは、ランケームコマンドが勝手につける IP アドレスで、ここ固定なので基本的に変更する必要はありません。あと -c って何でつけてるかというと、これ、SSH ホストキーのチェックを外すっていうやつで、何で必要になるかというと、イメージのリビルドを行うと SSH の鍵が変わっちゃって、マンインザミドルされてないみたいな風に心配されちゃうので、今回これを外すっていうことをします。すると、まあ、実際に QM の上でカウセイが動くようになったかなと思うんですが、 Not found って言われるんですよね。Not found、これからデバッグになります。ウィッチカウセイするとカウセイっていうのは入ってます。入ってはいるので、転送はできている。転送はできているが、ヘッドで見てみるとなんかシェマングがおかしいですよと、マンとバック、これなんちゃらかんちゃら、これ僕の開発ディレクトリーのホストのディレクトリー名が入っちゃってて、なんかおかしいぞと、パールって最後に入ってる、お前そもそもパール使ってたのかみたいな話が発生するんですけども、パールのシェバングがなんかおかしいぞっていうのと、あと実際にウィッチでパールを見てみると、パール入ってないじゃんっていうことがわかります。というわけで、ここから解決するべき問題が2つ見えて、実際に依存パッケージのパールを入れるっていうことと、レシピを修正してシェバングの部分をなんとか直してあげなきゃいけないっていう2つの問題が、解決すべき問題として上がります。で、まず1つ目ですね、パールが入ってない問題、これ
を解決するときには、正しい手順としては、レシピの中に rdepends っていうものがあって、これはランタイムディペンデンシーを、入れるっていうものがあります。 rdepend パッケージネームプライコールでパールと、あと、パールの付属モジュールも使うので、パールとパールモジュールズっていうのを追加してあげれば、まあ、ビルド時に、依存関係を解決してイメージの中にそれを入れてくれるっていうふうになります。ただし、デブツールで開発している途中はランタイム依存のパッケージインストールがうまくできないという現象が僕のところで起こったので、これもしかしたら知らないだけでうまく解決する方法があるかもしれないんですが、今回は、ローカル .conf の中に書いて、ディペンデンシーと関係なくイメージの中にパールを入れるということをします。あと、まあ、Dips としては rdepends の他に depends っていうのもあって、ここの違いなんだよって話は、ビルド時のディペンデンシーは depends の中に書きます。で、ランタイムの、実際に動かすときにイメージに入れといてほしいようなものに関しては rdepends の中に書くっていうふうになっています。この違い結構なんかよく分からなかったので、まあ、ご紹介しておきます。さて、で実際に、今回の場合はイメージの中に実際に、パールを入れる必要があるので、コアイメージエクスタラ ESM っていうフェンスの中にパールとパールモジュールを追加してあげて、で、ビットメイクコマンドでイメージの再ビルドっていうのをやります。次に、シマムの修正ですね。これソースコードを実際に眺めてみるとインストールスクリプトの中にどうもインストーラーがパールの場所を調べて、パールのバージョンが正しいか、自分で動くようになっているかどうかのチェックをした上で、シェバングの中を書き換えて、やるというふうになっているんですよね。さあ、カウセイコマンドのそのシェバングの部分を、まあ、見つけたパールのパス名で書き換えるということをしていったので、ここを修正かけていきます。これは、ソースコードに直接修正を加えます。ワークスペースすらソースすらカウセイすらのコマンドの、スクリプトを、修正して、エンドコマンドを使ってパールを、探しに行くっていうふうに書き換えると、あと、もう一つ実はあって、ここにもなんかプレフィックスっていう置き換え文字が入っていて、ここもうまく動いてくれなくなっちゃうので、ここはもう決め打ちですらユーザーすらシェアすらカウズっていうのに固定しちゃいました。まあ、これで動くのでこのまま進めます。で、実際に、Dev ツールでもう一回ビルドをし直して、転送までやり直すと、こんな感じで完成コマンドがちゃんと動くようになって、ポッピン Q、あ、ポッピン Q ってすごく面白いアニメなんで、ぜひ見てください。レッツポッピン Q というふうに、完成牛がちゃんと喋ってくれるようになりましたと。さて、ここでだいぶ疲れたんですけれども、他にまだまだ残ってて、デバッグができたら今度はレシピをちゃんとレイヤーに登録してあげるって作業が必要になります。で、そもそもレイヤーがないっていう状況の場合は、レイヤーを新規作成するところから始めなければいけません。で、やり方なんですが、とりあえずジョークアプリなんで、ビルドディレクトリー下にメイクジョーク、メタジョークっていうレイヤーを作ろうと思います。これは、デブツールじゃなくてビットベイクレイヤーズっていうのを今使うみたいで、ビットベイクレイヤーズクリエイトレイヤーの下に、パス名を書くと、そのレイヤーを作ってくれます。で、作っただけだとレイヤーとして使えるように bb.conf の中に書かれて bb.layers.conf の中に書かれていないので、ビットベイクレイヤーズコマンドのアッドレイヤーオプションを使って今度これをちゃんと、レイヤーとして追加してあげます。ごめんなさい、はい、ちょっと忘れちゃうんで質問させてもらっていいですか。はい、2ページ前でソースコードを直接修正するのって、はい、それ以外の方法ってのはない。それ以外の方法というと何でしたっけ、勝手に書き換えられてしまうっていうのは、どうしても避けられなくて、はい、でパッケージが提供しているソースコードを書き換えることによってでしか、ターゲットイメージに入るようなパッケージは作成されない。ソースコード、ここはちょっとまた違う話、ちょっと違って、これは正確にはソースコードの大元を直したわけじゃなくて、これは、直した結果が後でこれがパッチとして レシピと一緒にくっつくようになってるので、なんだろう、取ってくる時点でのソースコードに変更を加えたんじゃなくて、取ってきた後にどういう変更を加えるかっていうパッチとして作り上げるっていう作業が実はここの作業なんですよね。あとでこれは、ソースコード元のソースコードでいじるんじゃなくて、パッチとして作り上げるっていう作業がまた後で行うことができるようになってます。はい、今のすいません、自分ちょっと疑問聞き逃したのが、
勝手に値が自動的に決まるタイミングでコンフィギュアしたタイミングで決まるんですか？今回のだと、カウセイコマンドはインストールシェルスクリプトを叩いたときに、インストールっていうシェルスクリプトが、これ実装すると難しい。典型的なのが、コンフィギュアやったときに、ホストのビルド環境を見て、それが適切なあの何かに置き換わってしまうっていうのがあって、爆発するみたいなパターンがあると思うんですけど、そういう時はなんかステージングとか、 なんか、まあ、そういった機能を使って、まあ、あたかもそのデプロイ先のあれに合うようなものにあの置き換えるとか、 なんかそういう仕組みは。コンフィギュアに与えるプレフィックスとかコンフィギュアオプションみたいなのを与える仕組みは もちろんあるし、もちろんあるで、僕はそれで解決したかったんですけど、今回ちょっとうまくいかなかったね。インストーラーの方に入ってるってことで、ただなんか CTRoot 環境の上でインストールコマンドを叩くっていうことができるのであれば、この問題起こらないので、そういった解決方法があるのであれば多分それは使える。なんか確かそういう仕組みがよくビルドルートのビルドルートって全く別のビルドシステムだと、それではステージングと呼ばれるなんか仕組みがあってなんかできるようになってたんですけど、だからきっと似たようなのがあるんじゃないかなと推測しますが、で、真面目にやろうとすると大変なので、ワークアラウンドとしてタッチ化してしまうというのは現場では多くてあって、今回は多分それを使ったっていう。ここで出てくるのは一番最初のヨクトチャレンジ図ですかね。ありがとうございます。わかります、はい、これですね。同じことをするために複数の方法があるので迷うってやつですね。まさにそれです。ありがとうございます。それがステージングっていう仕組みで CT ルートのメジャーを壊すとかできるのであれば、まあ、僕はそっちの方が多分ソースコードに転向を変えない分簡単かなと思います。ステージングという名前ではない。ちょっと僕はその機能を把握したいです。デフォルトだと普通にクロスコンパイルするような感じになってるかなと思います。さて、そうです、話を戻しましたね。カウセイコマンドが動きました。動いたら今度レシピをレイヤーに登録しますって、ここやったのか、ごめんなさい。レイヤーの追加まで終わりましたね。レイヤーができたらレイヤーの中にレシピを追加してあげるってところが最後の作業になってくれると嬉しいんですけど、まあ、基本的に最後の作業になります。レシピの登録は、デブツールフィニッシュコマンドオプションで、パッケージ名レイヤー名というふうにつなげるとやってくれます。ただ、この時に必要な作業が1個だけあって、今回ソースディレクトリー以下を編集しましたね。ソースディレクトリー以下を編集してその変更履歴をちゃんとコミットしてない場合は、ここで、このコマンドで実行した時怒られます。どういうことで怒られるかというと、アントラックドのファイルがある時はこのデブツールはフィニッシュさせてくれません。なので、きちんとアントラックのファイルが残らないように Git のコマンドを使って Git コミットをかけてあげます。そうすると、Git コミットした、その差分っていうのがパッチファイルとしてレシピと一緒にくっついて、生成されるので、生成されて、本家のソースコードに変種を加えることなく、まあ、自分たちの環境向けにビルドができるようになるというふうになっています。さて、であとここ絶対こう注意してほしいんですけど、ここでインソースビルドのコードっていうのはソースコードの置いてあるディレクトリに大量のオブジェクトファイルができるわけですよね。これを .gitignore の中でちゃんとイグノアしておくだとか、うまいことやってない場合ここでフィニッシュができなくて大変辛い目に遭います。そもそも gitignore で解決するんじゃなくて、アウトオブソースビルドができるようになっていければ、そもそもこんな問題っていうのはほとんど起こらないはずなので、ちゃんと皆さんこれから作られるときはアウトオブソースビルドをやられるのがいいかなと思います。新規に開発されるのであれば C メイクを使うと比較的簡単にアウトオブソースビルドできますし、確かメゾンを似たような仕組みのメゾンを使うとそもそもアウトオブソースビルドしかできないみたいなふうになるので、まあおすすめです。おすすめですって本当に大変なんで、アウトオブソースビルドをお願いします。オートメイクも最新バージョンだとアウトオブソースできるはず。はい、もちろんそうですし、デストディレクトリをデストオプションをちゃんといじるとメイクファイルでもきちんとできるんですけど、それは結構その作った人がどれだけそこを作り込むかに依存しているかなと思っています。はい、
察してください。はい、そんなツールがあると大変なので、ちゃんとアウトオブソースビルドをしましょうというふうになります。で、あとはそうですね、レイヤーの中にレシピを追加することができたんですけど、実際にインストールされるかどうかはまた別の話なので、ここを、書き換え、さっきパールを追加したのと同じ方法で、コア、イメージ、エクストラインストールに、追記をしますと。して、あとは最後にコア、イメージ、ミネラルをビットベックでリビルドをかけると、完成コマンドが入った、イメージができて、ちゃんと、完成コマンドが、動くようになります。再度ですが、ポッピン今日は面白いので、ぜひ見ましょう。はい、あ、ちなみにここでまた動かないという問題も発生することがあるので、油断はできないんですが、今回はうまくやってくれました。さて、まとめになります。ヨクトプロジェクトは、とても簡単にカスタムリナックスイメージが作れます。作れます。というわけで、おしまいです。この発表を聞いた皆さん、なんとなくヨクトの使い方が分かったと思いますので、あなたはもうヨクトマスターでございます。一緒に、あ、まあ、もうここにいる皆さんに言う必要はないと思うんですが、組み込み開発を楽しみましょう。以上です。あ、質問と、はい、ごめんなさい、アペンディクスがあります。あった、どうぞ。そんなのがあります。時間的にどうでしょうか。いいです、やっちゃってください。はい、あとまず一つ、ヨクトの学び方です。いろいろ大変ですが、まず最初にやることはエラー内容でググる。これ結構いろんなことやると思いますが、エラーの内容で検索します。あとやりたいことをなるべく英語で、単語レベルでいいので英語で並べて、あとよくとって頭につけると意外と出てくるので、それで、検索をかけます。あとそれでも出てこないときは、とにかく既存のレシピを読みまくるということをします。するとなんとなく似たようなことをしてそうなものをいつか見つかるので、それを参考に作るということができます。あとはそうです、そこで見つけた単語を用いて、メガマニュアルを読むということができます。まあ、もちろん注意としては、結構変数がググラビリティの低いものがいっぱいたくさんあるので、そういったものは、メガマニュアルで検索するとなかなか見つけるのが大変ですが、まあ、一つ手がかりにはなります。あとはそうですね、ビルドシステム あのコマンドの仕組みがよくわからないな、このオプションでやれることがよくわからないなとなると、実際にビルドシステムのコードっていうのもちゃんとソースコードとして置かれているので、それを読み上げていくっていう作業をすると、なんとなく理解できます。ビットベイクの仕組みは、ビットベイクの仕組みはまだ読んでるんですけど、ランキュームの仕組みは結構、それなりにわかりやすく書かれていたので、まあ、そこは入門としてはおすすめかなというふうに思います。さて、あとはマシン BSP コンフィグのを作るっていうのと、これ完全に実行したわけじゃないので、インストーラーの使い方について紹介しようと思います。まず一つ、マシン BSP コンフィグの作り方。これ、何かっていうと、ターゲットマシンを定義するコンフィグになってます。ローカル .conf のマシン変数っていうところで、選択するものになっていまして、まあ、作る理由としては、既存のマシンの種類、いくつか登録されているんですけど、それで満たせない希望が出てきたとき。まあ、今回だって僕たちの場合だったら、コアイシリーズのある一定のバージョン以降のものじゃないと、まあ、CPU の命令が足らなくて使えないとか、そういうものがあるときに、設定する必要が出てくるのかなというふうに思います。あとはそうです、組み込みだとその何でしょう、ターゲットアーキテクチャが x86 じゃないとかいうふうになってくると、特にこれは必要になってくるんじゃないかなと思います。各場所としては、自分で作ったレイヤーの下のコンフディレクトリー以下の下に、またマシーンというディレクトリーを作って、そこに、マシーンの名前を .conf で書くと追加ができます。で、おすすめの書き方なんですが、この辺り正直よくわかりません。おすすめの書き方は、メタインテル、のリポジトリの下の、インテル Core i7 の -64.conf のように、なるべく自分の環境と近いような、conf ファイルを参考にして進めていくのがいいかなと思います。今回僕たちはそのメタインテルの、Core i7-64 とほとんど似たような構成だったので、これを参考にさせていただきました。で、まあ、書かなきゃいけないこととしては、デフォルトチューンだとかマシンフィーチャーだとか関連フィーチャーみたいな、実験で動かすための設定をと、あ と,、それを QEMU の上でテストするためには、QEMU 向けの設定を書いてあげる必要があって、例えば、まあ、BERT.io の追加、ランキムコマンドってハードディスクを BERT.io でマウントするので、BERT.io のドライバーが入ってないとうまくいかないとか、そういう問題があるので、まあ、この辺りを解決したりとか、あとは、QEMU の上で起動するときの、まあ、カーネルコマンドとかを設定してあげる必要があります。
さて、まず実機能を動かすための設定としては、アーキテクチャや CPU を設定する部分が必要です。ここは結構省略ができて、いくつかの、なんだろう、テンプレートといえばいいのか、レシピ、コンフィギュアの中にもインクルードの機能があって、いくつかの設定は、インクルードファイルを読み込むだけで、処理されます。今回の場合だと、デフォルトというのは Core i7-64 にして、リクワイアコマンド、リクワイアでインクルードして、Core マシンインクルード下の Tune Core i7 というのと、あと、ジェネリック X86 コモンというファイルをインクルードしてくると、僕の場合はこれで終わりました。Core i7 の、確か Core i7 の、いくつのバージョンだったかな。初代 Core i7 のネハーレムの設定がこのファイルの中に書かれているので、それで希望が満たせる場合は、このファイルをインクルードするだけで良いと思います。それで希望が満たせない場合は、自分でこの部分も、このファイルを参考に自分でちょっと書き換える必要があるのかなと思います。あと次ですね、QM 向けの設定は、これ、ランキングコマンドで、テストするために必要で、さっき言ったバートワイオドライバーの追加だとか、カーネルオプションの追記だとかを行っています。これは、変数の名前の頭に QB って書いてあるやつが基本的にそれになっていて、なっています。で、実際に書いてみた、マシンコンフィグはこんな感じで、読めない、ちょっと小さくて読めないんですけども、こんな感じになっていて、まず頭の部分、これは、エクストライメージディフェンスっていう方で、QAM を、依存関係の中に追加しますよっていうのをして、あとは、イメージクラスの中に QM ブートというのを追加する必要があります。あとは、QB システムネームっていうところで、僕たちのこのマシン名って今、カムイ Core i7-64 というふうに作ったんですけど、このカムイ Core i7-64 というのを読んだときに、じゃあ実際に動く QM のバイオリティどれなのっていう話を、ここに QM システム X64 ですよっていうのを書いてあげます。で、その次に、CPU の設定は何にするっていうところで、ここからはもう KM に渡すコマンドになってますね。CPU はね、RM ですよっていうのを書いてます。KVM を使うときには KVM64 を使ってくださいというふうにしています。あとは、カムイってこれマルチコアで動くので、IFSMP4 で、QB オプトアペンドっていうので、さらにオプションを追加して、4コアで動いてくださいというふうにしています。あとは、メモリの指定は QBMEM、ここにあるら、QB_MEM_CPU マシン名で指定できて、ここはメモリサイズを指定しています。あとは、そうですね、動かすために、コンソールで出力してほしいっていう話と、あとは、ヒュージページを使うので、ヒュージページの設定をこんなふうに、QB カーネルコマンドラインアペンドっていう変数に追加してあげると、これが、ダン QM で、イメージを動かすときにカーネルにコマンドとして渡されるようになっています。あと最後にこれ、カーネルフィーチャーズ、これはカーネル側の変更なんですけれども、バート IO をちゃんと、モジュールとして呼び込むように設定をします。これで、一応、マシン BSP ができて、ちゃんとあとローカルドットコンフ、これ書き忘れちゃったんですけど、ローカルドットコンフの中のマシンの設定を今作った、マシンコンフィグで作ったマシンの名前に変えると、きちんと呼び込まれて、使えるようになります、あとは次ですね、もう一つアペンディクス、インストーラーの使い方、これまだ完全に理解し使いこなしてるってわけじゃないんですけども、紹介しておきましょう。ヨプトの中に実は、インストーラーが最初から入っています。で、これどういうものかっていうと、どうやったら使えるかっていうのをまず紹介するんですけれども、ローカルドットコンフの中のイメージ FS タイプのところに、ISO っていうのを追加すると、ISO のイメージが一緒に生成されるようになっています。これを実際にパソコンの上とかパソマシンの上とかで動かしてみると、グラブのエントリーとしてブートかインストールしか選んでねっていうボタンが出てきて、インストールっていうところにパチッとやって起動すると、インストーラーが立ち上がって、ターゲットにインストールをかけるということができるようになっています。で、これ中身の実態どうなってるかというと、initrdscripts パッケージのインストーラーとかじゃなくて initrdscripts の中にこれ入ってて、実態はただのシェルスクリプトなんですよね。
initRDScripts のファイル以下の initinstall.sh っていうファイルの中に、インストーラーの記述が書かれています。起動の流れはどうなっているかというと、グラブが立ち上がって Linux カーネルが立ち上がって、sysinit がもしくは systemd が立ち上がった後に、一番最初に起動するスクリプトとして initinstall というシェルスクリプトが呼ばれるようになっていて、このシェルスクリプトの中にインストールの時のどのハードディスクに書き込みますかとかいう、指定が全部書いてあります。でこの中の動作としては、インストール先のディスクを選択して、パーティションを作成して、あとここちょっと驚きなんですけど FS タブの生成ここでやっちゃいます。シェルスクリプトの中にあの FS タブの中身が書かれていて、それをシェルスクリプトの中から生成するようになっています。外部のファイル参照してくれません。なのでランQM コマンドの上で頑張ってイメージをなんか FS タブも含めて作り込んだとしても、インストーラーには多分関係がないということになるので、FS タブを編集するときはこの多分 インストールの中を書き換えなきゃいけません。であとグラブのインストールをするのと、あとグラブのエントリーの作成、これもinstall なんちゃらかんちゃら .sh の中にファイルの中身が書かれているので、ここを書き換えたいときも、あのどこから起動するかみたいなのを書き換えたときも、この initinstall.sh の中を書き換える必要があります。ここが注意点になります。他のレシピで設定した内容多分無視されちゃいます。なのでインストール後の FS ファイルシステムをなんか編集をかけたりだとかしたいのであれば、initinstall.sh の中身を編集する必要があるかなというところで、以上でアペンディクスも終わりました。以上です。ありがとうございました。質問あるよね。ちょっと飲み物を取りに行っていいですか。いいですよ、もちろん。ちょっと調べてみたら、さっきの PUD ってね、これタブって読みますね。タブって何ですか。THUD が、タッ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  THUD、TUD なんですね。THUD、これこれ、まあ、いい124ページあるので、だいぶ遡るのが。よし、多分まあ、日本語だとサッドです、まあ、TH なんですね。まあいいよ。はい、質問とかありましたか。ここですね。はい。はい、どうぞ。質問じゃないんですけど、言いますか。うん、大丈夫かな。あ、じゃあ、あ、質問じゃないんですけど、さっきプロジェクトネーム、そのコードネームの元ネタなんですけど、はい、前調べたときに見たんですけど、確かコードアナイアレーションって、なんとかアナイアレーションっていうゲームのユニット名らしいの。ゲームのユニット名それだけです。なるほど。トータルアナイアレーション。トータルアナイアレーション。あ、トータルアナイアレーション。アナイアレーション。全滅っていうのアナイアレーション。なるほど。それだけです。なるほど。ありがとうございます。割とでもみんなこれ何だろうってよく聞いてる。ついに。8年目にしてヒントを掴んだこの気持ち。他はどうですか。似たようなツールとしてビルドルートはあるってことでしたけど、はい、それぞれのプロスポンスとかって教えてもらうことできますか。あー、ビルドルートといったら同じです。あの人の方がそれは。あ、ビルドルート多分出てきてましたよ。僕はビルドルートの方が、実はごめんなさい、ビルドルートっていうのは使ったことがあるんですけど、ここまで深くやったこともなくて、まあ、一応ここでも挙げて右下に書いてあるこの URL にどういう返事が違いがあるかという話 と、あとごめんなさい、ちょっと資料の場所出演しちゃったんですけど、ビルドルートとヨクトの上で全く同じことをしてみたっていうあ、なんかスライドがありますね。スライドがあったはずで、そういうところを読むと分かるじゃないかなと。すみません、僕は、ヨクトはここまで書きありましたけど、ビルドルートはその、最初に話した GSOC の時に、マイコン向けにノー MMU 向けの、Linux のルートエフェースを作るときに、まあ、ポチポチやりながら使って、初回のイメージのビルドに関してはすごくビルドルートの方が簡単だなっていう印象を得たので、そこまでは分かっているのですが、実際にレシピを作るときの話だとか、どういった点でどういうところが良いかみたいな話になると、ちょっと詳しくはそこまで詳しくは言えない。ああ、はい、
で詳しいビルドルートの方が簡単じゃないかっていう話に関しては多分きっとそう。ビルドルートの方がはるかに簡単です。でなんかサイズもビルドルートの方が小さくできるかなと思ってて、まあ、ただ結局なんでじゃあヨクトを使っているんですかっていう と、外的要因で使わされているパターンの方が私は多いように見えていて、選択できるんだったらプロスコンスを取ったらいいと思います、うん、でそれは用途によって変わるでしょうから、ビルドドルトを使えばいいよと私は手放しには言わないです。ただ検討する、あの選択できるならビルドルートを検討されることは個人的にお勧めです。そうですね、なんだろう。で、あとちょっとここはあれ製品の話が多いので、製品の観点からの話すると、ビルドルートは LTS とかそういう概念がなくて、3ヶ月おきにローリングでアップデートされていってしまうので、製品化するときは多分セキュリティの対応とかで、マッチしない可能性が高いです。で、ヨクトはその代わり、LTS ではないか、でもメンテナンスウィンドウをきちんと設けて、一応セキュリティを取り込むという作業をやっているので、そこら辺に乗っかりたいっていうときは、まあ、ヨクトを使うとか選択になってくるでしょうし、個人的にはビルドルートはいわゆるフルオフコンセプトみたいな、最新の状況で、コンセプトを確認したいとかボードでチェックしたいっていうときは非常に有効だと思ってて、ちょっと使うにはかなり適しているというのが私の経験です。ありがとうございます、はい、で全然別観点なんですけれど、ヨクトの方がライセンスファイルはちゃんと集めてくるという話がよくあります、はい、それに対してビルドルートやってる連中、トーマス・ペタゾーニであるとか ELC だとか ELC6 によく聞くので、その話をしたら2ヶ月後にはあれ入れついたからって言ってビルドルートの方でもライセンスの管理をするスキームも入っている、それあ入ってるんだ、入ってきてるっていう話を聞いてます。結構聞いてる話だと機能的に違いはあんまりなくなってきてるっていう話なので、うん、まあどういったものを作りたいかとかだとか、今言った外的要因、ちょっと前だとインテルが組み込み向けのボードとか作ってたと思うんですけど、うん、あれもボードサポートファイルみたいなのが、ヨクト向けのやつで公開されてたりとかするので、うん、そういった要因で、ヨクトを使わざるを得ないっていう状況になる。まあまあ、どうも今の流行りだと多そうだなというのを僕は感じています。実際にお仕事でそういう場面になったわけではないので、はい、僕は聞いた話でしか語れないんですけれども、チップベンダーの奥がよくと、まあ、リファレンスルート FS の構成環境にして提出して提供していることが多くて、その中にもろもろのこうチップ固有のパッチとか無理なく組み込んでたりして、それを引き剥がしの作業とかをしないと移植できないとか、まあ、あるあるだと思うので、まあ、そういう話があります。チップベンダーの人が後ろにいるからって言って長田さんの方を見てしまう。ヨクトはインテルが BSP を作るための要するにエンタープライズのレッドハットをする会社があって、ちゃんとそういうディスリーさんを作ってくれておりましたけど、なかったので、ユーザーランドをちゃんと作れる仕掛けが欲しいよねっていうのが一つのモチベーションだったのと、もう一個はその BB アペンドっていう、ね、そのレイヤーを重ね合わせることができるので、いろんなゾーンの線、まあ、僕らは半導体屋さんなのでドライバーのレイヤーは面倒見るんですけど、その上のフレームワークのグラフィックスとかマルチメディアのフレームワークとかマルチメディアのフレームワークみたいな人は別の人が作ってるとか、場合によってはアプリまで含めてアペンドで渡すっていうケースがあるので、そういう多重構成が作りやすいっていうのはまああるわけですけど、それは同時に面倒くささというか複雑さを生じるのもあります。なのでプロスポンサーなんですね。そうですね、他の人が作ったレイヤーをそのまま適用できるかっていうと、またそこもね、はい。見ていただいた通り、基本的に参照参照なので、あれって依存環境を持ってるっていうのが前提条件にあるので移植性はないんですよ。このレイヤーを使って、しかもそのレイヤーも1個前はその3つが全て固定された、ピンされた3つが適用された上でこのレイヤーが適用されるっていう前提が整わないと同じように作用しないので、それを全部見切った上でこのレイヤーコーティングするんだっていうことは、まあエスパー力と経験を使うので、まあ、私は一個人のデベロッパーにそれをやらせるのは非常に難しい作業だと思っていて、うん、っていうのが
私が好きじゃないと。僕が見たときに実際に遭遇したのはメタインテルとメタ TPDQ で、これもともと一緒のレイヤーに入ってたんですよ。ですがどうも最近分かれたみたいで、メタインテルとメタ DPDK というのに分かれましたと。一方でですね、DPDK はコンパティブルマシーンが、これちょっと難しくて、レイヤーの中にコンパティブルマシーンという設定ができて、どのマシーンの上ではこいつは動きますよという設定ができるんですけど、そこは空に設定されてるんです。で、メタインテルの中に、DPDK の中に、メタインテルの中に入っているマシーンの定義はコンパティブルに入れてくださいという設定が入ってて、それが入ってて初めて使えるようになっているので、メタ DPDK というのはメタインテルとセットで組み合わせるのが前提になっているということが あるんですよ、ね。で、そういったところを、今回はコンパティブルの設定だけで変えられたので、僕はメタインテルを外せたんですけれども、そうじゃない、もっと密接に結びついているようなものになっちゃうと、多分途端に難易度が上がるんだろうな、今回僕は運が良かったんだろうなというのを思っています。実際にそう、ちょっと触っただけでそういう例は見つかるので、がっつり触るともっと大変なんだろうなというふうに思っています。すいません、いろいろと教えていただいてありがとうございます。いえいえ、僕もすごい、最初は大変だったので、皆さんに教えていただいて、こんだけ調べることができたので、僕、逆に、今還元できて僕も嬉しいです。これができたのは皆さんも僕にありがとうございます。いや本当に強く拍手です。本当にこうやってこのジャンボリーでいろいろやり取りした内容なんかも含めて、こうやってサマってくれる、サマリーしてくれるっていうのは本当にありがたいことで、それからあと実は裏でツイッターでちょっと私も含めて盛り上がってたんだけど、ハッシュタグで CLFJP っていうところでいろいろ裏でかなべってる人たちがいるんだけれど、このスライド申し訳ないんだけれど、ウィキに貼ってもらって、アップロードは今スピーカーで自分の僕の個人アカウントの方に、今後アップロードする予定です。はい、でそのリンクを貼っておきます。もう許可取っているので、今からでもアップロードして、じゃあ貼っておきます。それでね、ちょっと思ったんだけれど、はい、内容を英語にしてね、ちょっと聞いて、内容を英語にして、よくともコアな人たちに見せると結構いろいろ反応がありそうな感じがするんだけど、実はこのジャパンジャンボリーって、15回目、20回目ぐらいまでは妖精がいたのね。で日本語のマテリアルポンと置いとくと、そうすると英語に知らないうちにコンバートしてくれて、でしかも何か知らないけど日本語のオリジナルより英語の方がクオリティが高いっていう情報理論に歯向かうような人がいたんだけど、それ最近ちょっとね復活しそうなのね。はい、でその人にちょっともしもしって言ってちょっと見せたいんだけど、翻訳してもいいか。なるほど、ちょっと僕個人で言えるかどうかわかんないんで、下に書いてあるのね。そうそうそう、なのでちょっと確認してみますか。ちょっと、はい、聞いてみます。はい、お願いします。で、その時にはよかったらオリジナルのパワーポイントのマテリアルもらえると。そうですね、妖精たちが喜ぶと思うのでもちろん、はい、じゃあそういうふうに聞いてみます。はい、じゃあ改めてどうもありがとうございました。